ここちらの試作作品は向うう側が見えるようななりになっています。新しい壁は侵入しにくさだけでなく見た目やデザインも審査対象になっています。カリフォルニア州で26日に発表された壁の試作品は全部で8つでメキシコ側を監視できるようスリットを入れたものや木目調であったり一部が金属でできているものなどさまざまなデザインが見られました。 国境警備当局は12月からこれら試作品の審査を始める予定ですトランプ政権は2018年度の予算に壁の建設費用を盛り込むよう求めていますが議会での調整が難航しています仮に建設の予算が獲得できない場合でも国境警備当局は老朽化した既存の壁を回収する際に試作品のデザインを採用するとしています